っていうパフォーマンスをやっていきますと、ちなみにさ、ちょっとトランプっていうのがトランプ、あれ先生、なんでイケメンがちょっと振り向いたね、今からあるカードを選ぶようにコントロールしていきます。予言を書いてください。これ予言です。で、予言って大体最初見せないんですよ。なぜならば本当にコントロールしたいから。すごいって言えば多分こういう風な見せないんですけど、今回はあらかじめ予言を見せます。そういう感じで見るんじゃないですか。クラブの棒を今から引かせます。これ新しいです。新しいです。じゃあ、多分騙されやすいと思うんで、そうそう、今からトランプをこうやって配っていくので、まあ、そういう感じでありますね。はい、ああ、そうそう、まさか好きな時にストップ、ストップ変えてもいいですよ。そこからまだカード配っていってもいいですし、変えなくても今のとクラブの方って言ってないですよ。もしかしたらこれがクラブの方かもしれません。変えますか？変えません。じゃ変えません。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 予言のカードはクラブの方です。で、今のところ出てなくて、もちろんこのカードも違うし、あ、そうですね。まあ、クラブの方は出てません。女の子だったっていうのは見てみると、グラムの子って不正の子です。そうそう、おー、びっくりした、びっくりした、びっくりした。そう、今のとここれ、グラムの子って、グラム気に入らした1枚のカードがありますと、もしもこれがグラムの子だったら、僕の誘導は完全に成功してます。聞いたことじゃなくて、こちらの人はどうしてですか。意地悪して早く行ったのに。あ、そう、だからそういう感じかなと思って、あの、どっちが安いです。